内堀和也こと、内堀和夫は、日本のヤクザ。指定暴力団、稲川会6代目会長。指定暴力団6代目山口組はかがしら竹内照明とは5分の兄弟分である。5人兄弟の末っ子として、神奈川県の川崎市に出生。20歳頃に、稲川会系山川一家の清田二郎と出会い、30代の前半頃に酒きを受け正式に、 ヤクザとなった。二代目山川一家の若頭であった、当時の2006年、六代目山口組系二代目、行動会の若頭、竹内照明と五分の兄弟坂を交わした。後見人となったのは、山口組若頭の高山誠二と、稲川会理事長の清田次郎で、取り持ち人となったのは総愛会本部長の塩島生息、売借人となったのは、 稲川会経長委員長5代目小暮一家総長の水野史郎であった。清田次郎の後を継いで2008年に山川一家の3代目総長へ就任。2010年には稲川会の理事長に昇格している。2009年、整理改修機構の再検査し押さえを妨害したとして、強制執行妨害容疑などで妻の内堀京子、無職の長男内堀雄樹などと共に逮捕された。 2019年、稲川会の6代目会長に就任した。ありがとうございます。